ジェイ。それです。今日その動画にしようや。あの時の実話の真相。誰がみたいな。今んでも分かるってみたいな。笑いそうに。疲れい。来て早々何って感じですね。ジェイ。それです。みんなの、はい、問題社員が2人揃って何やっとんだ。大問題社員の時月がどうしたろう。今あったらだね、どうしたろう。どうなってたっけ。あれお小遣いなし。お小遣いなしか。ヤクさんのところに俺が行くんか。そう、マムシ用意しとく。マムシですか。ハンバーグとスパゲティがいい。すごい注文してくるじゃん。ハンバーグとスパゲティ。ご飯はできや、あの麦飯がいいな。麦飯だけじゃなくて、あの玄米か。玄米だけは持参しよう。ちょっと置いてこいよ、お前。なんか俺が来ても何、お前ら車の中で余裕かましてるけど、置いてくるとかね、そういうとこだ、お前ら問題になるの。優しさがなかったな。仕事どう？今日2回目なんで。ん？あ、お前が一緒に行くのかな。あ、どう？動きは。動きは、うん、動いてくれてますね。あ？動いてくれてますね。もうでもない、全部でトータルでどれぐらいの会社も来て。1ヶ月ぐらい。そんなのでしょ、まあ、2週間ぐらいでしょ。人に興味ないみたいな感じ。ほんと飲んでろ、お前散らかし、お前放題散らかしやがったもんね。えーとか言ってる。何なんだお前、ほんとこら。ちょっと数字読むんだから調子のとお前レイには勝てんぞ、数字は。あれですね、あの給料1ヶ月と戻ってきたのの数字の対決ってことですね。ああ、そうそうそう。でもね、田中全然連絡ねえよ。連絡ないっていうか、電話番号も全部変えられてるんで。変えられたかな。なんで変えられた。それお前も避けて。いや、なんか会社に言われてるらしいですね。うん、関わるなみたいな。レイと、はい、絶対あいつの方が取る。会社から取ってあいつの方が便利なんだろうな。運転免許あるとか。あいつはあれっすよ、免許あってもトラックは乗れないっすよ。なんで。普通免許の。切り替わった。え、順です。あ、乗れる、はい、なんで、あ、今の会社で取ったんだ。いや、もともと、あ、ほんと、はい、2トン乗れるわ。そうです。2トンしかないんだろ。4トンは乗れないんだろ。乗れないです。まあ、4トン乗れるだろ。前は何トン。僕、チャリンコ。チャリンコ。チャリンコ。下が回るようになったら、お前数字持っとるとちゃうな、お前。トーク磨いとるな、お前。まあ、でも、俺はあいつらいらんけどな。どっちもそう大して変わらんけど。まあレイの方がなんか根性あるやん、仕事に対してはな。わんぱくなだけで人間がクソじゃないじゃん。嘘ついたりとかそういうタイプじゃないもんな。あいつってなんか嘘とかつくじゃん、まあ、それがいい悪いや俺も知らんけど。嘘っていうよりあれなんじゃない、だから自分がないから、まあ、あっちこっちに意見がいっちゃうってだけで、自分からしたら嘘ついてるつもりはないんじゃない。それ一番重症じゃない。でもそんな感じじゃない。だから嘘とかじゃなくて意見をコロコロ変わっちゃう。でも嘘じゃないの、あの一瞬じゃお前捕まえた時だとしたら俺あれしかあんまり印象ない。あれ岡部が捕まえたからな、お前は。そう、捕まえたって折ったって言ってお前が走って逃げてたんだよな、はい、で棚橋が部屋に隠れとったんだよな。そうです。今日その動画にしようや。あの時の実話の真相、はい、語れる。まあダメ社員の仲間ならいいだろ。リュウジとかだったら言いづらいけど、とんではないか、辞めた時会社。あ、一応社長に辞めますって言ったか。そうです。何やってたの。辞めてくればいいっす。辞めてくれば全然いいっすよ。オッケー。バーンって言った。は？何？バーンって言った。どこ？肩パン？いや、こっちですね。そうでしょ、グーで。いや、多分平手っす。本気で怒ったの。めっちゃ怒ってます。なんでお前勝手に捏造するのよ話。いや、大丈夫それは。なんどういうことだ。なんでちゃうわけ。そんな前無法論みたいに殴るわけねえだろってね。もう全部勝ったな。使ったら編集に電話するじゃん。そうそう、使ってないもん。絶対使ってない。こいつの人は真相聞こうや。ちょそれもめちゃくちゃ気になるわ。俺らは岡部からいきなり電話だったんだ。会社の近くのホームセンターでなんか。じゃあもともと1回入ったんだよ家に。でやっぱ逃げたなって。こいつらが逃げたな。そうで、まあ戻ってくるかなとか言って、うん、うちらはホームセンターに買い物行ったら岡部さんから電話かかってきたんだよ、うん、いいから早く戻ってきてみたいな、うん、レイたちがおったみたいな。
ああそうだそうだ。それで行ったらもうレイ君には逃げられた後だったけど、うん、棚橋君がちょうど上から窓が開いてなかったはずなのに開いとって見とるのを見つけたみたいな。ああそうだそうだそうだ。そうだそうだ。でお前その時どこにおったの、お前走って逃げたから。はい、今まで出たことないぐらいの速さで走った。嘘、俺こんなに速いんだみたいな。いやもう多分そうだよな、なんか直感で逃げなきゃっていうのが来ちゃったんで、多分何も考えず。じゃあアドレナリンとか出るもんね。いやもう人生で走って逃げるってまあまあないですから、ね、か勝手に頭がね、ってか体が動いてるよね、そのシーンは。そう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 。でも出してたから岡部さんも言ってたもんね、こんなに見たことないぐらい走って速くて。どこに逃げてたの。でも近くですよ、公園からね、隠れたの。そう、普通にベンチ座って、どうしようかな、どうしようかな、電話来て、公園とか探しちゃうかったな、どうせ公園からかね、俺は。飛んだやつ大体公園で。でもとりあえず棚橋が上におるでとか言って、うちら棚橋さんの方行っちゃった。その時はどうしたの、どうしようと思ったの、お前。まあ一回棚橋だねと思ったら、おっちゃけ終わりやつだね、いいか。そう、ぶっちゃけ棚橋は電話でやりとりしとったんだろう。しました。社長おるわ、まあ、外で社長も来たわって書いて、あいつは気づいてたの。岡部だけがおると思ったのが、途中から俺と美穂が来たわけじゃん。はい、でもうちらどんどんどんって一回行ったも、鍵がない時に棚橋お前おるだろ出てこいって言って、で鍵をもあのジムの人に持ってきてもらう。そうそう、だからもうその間には電話してるって言ってたじゃん、棚橋さんも。電話しちゃったの、はい、で絶対隠れとけってレイ君が言ってたんでとか言ってたじゃん。あマジ、お前が指示出したんだ。それは言ってない。一緒に作るな、絶対出るなよとか言って、よっ捕まったら人生終わるぞ、燃やされるぞってやばいじゃん。だけど なんで そもそも もうじゃあやめますとか、はい、言えんかった。やっぱ、うん、殴られるとかの方がなんか怒られるな、ただ気まずいだけなのか。気まずいっていうのがまあ一番。そんなになんか やめますって言ってなんか殴られるとは思わなかっただろ、はい、これ思ったのっちゃけ。でもあれじゃん、前日に電話、リュウジさんからの電話も社長からの電話も出てブッチしちゃったから、うん、いやもともとは俺が電話しゃべっとるやわ。そうだから行きたくなくなって、もう行きづらくなって、やめるも言いづらくてそのまま飛んじゃったみたいな感じでしょ。俺が今日今から来いって言われたんだよね。確かとある問題を起こして、お前はじゃあそれちょっと話聞きたいで来いよって言って、じゃあまた電話してこいよって言ったのに電話してこなくて、うん、でリュウジさんがその後に電話したけど出てくるってなったのにそれもコンクテみたいな感じなのか、うんうん、それで行きづらくなって、はい、ぶっちぎるかみたいな。そうそう、あのほとぼりが、うん、このままにしておけばスーッと引いていくだろうみたいな。なるほどなるほど、まあ、飛んでね、飛んで、そしたらまさかの逮捕の。でもあれがなかったら今ここで2週間戻ってくる場所なかったってことで、あれはあ、まあそうですよね、飛びっぱなしだったら、飛びっぱなしだったら戻る場所もなかった。いい日に取れば追い込んで、ある意味で誰が追い込んだのか、岡部さんと龍二さん、うん、で最初2人なんだ、はい、でガー言われたの。言われました。どっちが岡部さん。まあまあうざい。うざいっていうか、まあ、うん、ちょっと正直言ってカットするから。まあ今じゃなくてその時だからね。その時の気持ち、その時の気持ちで言うと誰がーみたいな。だしかも、もう使いましょう。いやでも結構シャシャるからな。ちょっとシャシャるだろ。まあそうですね。いや使わんからちょっとシャシャるだろ。まあリュウジさんが言ってんのに2番でも分かるってみたいな。はい、全部使いましょう。ありがとうございます。その時どうすよ、ね、その時はな、そこいつめんどくせえなってちょっと思って、はい、で、カンタと勝負が来たわけだろ、はい、で、まあ、動画になってる部分となってない部分があると思うんだけど、はい、俺本当にいないからさ、どんな感じだったの。なんかカンタは結構ワーワー言ってたんだよな。始まったわと思った。いや、まあ言われても仕方ないかなっていう感じで、まあ、聞いてて、あの最後のあのこんなやつみたいなところで、あちょっとふざけちゃったとか、ちょっと笑いそうに。こんなやつ、どんなやつだと思う。こんなやつ。笑ったそうとしちゃう。楽しくなっちゃって。それでもううちら笑っちゃうじゃん。うん、そしてこっち笑っちゃうけど、笑ったらいかんと思ってこられてたんじゃない。多分そういうことな。さっきから喋るよ。お前通行人じゃねえよ。そうなんだ。動画でコメントなんか結構殴られるかもしれないんで、いけんかったんちゃうんかとか。ただ行きづらいだよな、はい、ぶっちゃけ。でも最終章のところはもう野となれ山となれって感じで、でもまあまあな時間だったよね、レイ君来てから。そうですね、いや2時間ぐらいみたいな。まあ、取りたくあんちゃう、お前は。まあまあ、レイクの骨がまま出たからね。レイクの骨出たから、
ケンタロウと、ケンタロウがあったかな、ケンタロウさんは社長に殴られた。飛んではないんですよね。なんか絶対したんじゃないですか。したでしょ。でもなんか一回言ってませんでした。あ、はい、わかりましたみたいな感じで言ったら、なんかその発言に、じゃなかったし。多分、その社長と話してる時の、あーお前な、あお前そういうとこあるもんな、なんかちょっと上から行っちゃう時あるもんな。そうっすな、そんな感じです。 それでダメとんかって言ってみたいな感じだったんだろう、多分。それでなんか、もうなんでそんなもんだみたいな。でこの間の俺の先輩に対した態度と同じだろ。あ、はい、肩当たった。マジなんですか。僕おマジだ。視聴者として見たんですけど、ケンタロウさんって今こんな静かですけど、酔っ払ったらめちゃくちゃおもろいし、めちゃくちゃ意味わからん人になるんですよ。意味わからん。どうしこいつは今日ファーストコンタクトで嘘つかれましたから。ケンタロウさんってそういう人っすもん。いくつですかって聞かれて答えた僕42です。そうです。全然面白くないんだ、またそれみたいな。全然わかんなかったですよ。でしかも嘘言ったらもうそのまま嘘言ったきりだから、ね、本当のこと言わんから、ケンタロウさん不思議だよね。そう、それが可愛いんだけどな。でだからおもろい、本当におもろい。だから存在がおもろいと思えてきちゃいます。でもおかげでコミュニケーションできてよかったです。そんなやつコミュニケーションがいい。はい、視聴者の皆さん、はい、レイ君、ケンタロウのいきさつでした。はい、熱帯道場は相変わらず面白いんで、また、はい、チャンネル登録、あ、ちょチャンネル登録ね、もうあと600人ぐらいで、あ、じゃあ800人ぐらいで8000だよ。あ、間違えました、ごめんなさい。19万4000、はい、19万4000、今6000人か、6000人だ。全然違うよ。ちょっと持ち違うし、数字持ち違うし、お前で、ちょっと20万人がぜひちょっとこういうなんか内容もな、お前のお父さんお母さん、お父さんお兄ちゃんもアポが取れたら行くとか、はい、いろいろ企画考えてますんで、はい、ぜひそのリアル系としてはこんなにないんじゃない。確かにね、なんか企画やってっていう YouTube って結構面白いのいっぱいあるけど、このリアルな会社の辞めたとか、うん、社長に殴られたとか、まあそうそう出ないよね。こんな動画ないんちゃう。もうそう、しかもそれが遊びじゃないじゃん。で喧嘩とかでもないじゃん。その会社の生き様じゃん、うん、そうですね。そう飛んだやつを出すことがないからね。飛んだやつを捕まえたところも、しかも時を経て戻ってきてますからね。そうそうそう、それすら取ることなんてないから、ね、まあみんなもいい意味でまっすぐ生きとんちゃう。お前らもそうだし、まあ、こっち側もそうだし、ただ岡部は死者についてる。あれあれ、足場の資材の買い取りと、はい、実習生の相談、はい、まあ、相談もこれオンライン相談ですけど、はい、まあ、相談受け付けてますので、ぜひよろしくお願いします。はい、飲み会、あとは何かの飲み会、はい、飲み会イベント、飲み会っていうよりイベントですね、うん、なんかゴルフコンペとか、うん、飛び職人、まあ、全てのイベントの、そう、もう飲み会だけじゃなくて全部のイベント、そうそう、うん、案内を毎回 YouTube で言っとったら見てない人とか見てる人から、うん、そこの案内を送りたいから、そこに登録してくださいとかね。そうそう、アドレスの登録すると、まあ、そこに今度ゴルフコンペがあるよとか、何々があるよとか、まあ、女の子限定だよとか、とかそういうのも全部あの参加不参加って押せるようにメールが送らせてもらいますよって。まあ、職員だけとか足場の職員だけ、塗装だけとかも面白いな。そうそうそう、ぜひ登録で、また仕事の、はい、まあね、声かけとかもしやすいし、そういうのがあると。そうですね、女性さんこういうのなんかあるんですけどどうですかとか声かけるし。ケンタロウさんの顔が死んでるんですよ、そこからずっと。お前やる気ねえんだ。はい、じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。せーの、まだ見てね。言わんかったな、誰かな。いや、でもすごいですね、今。いや、でも誰かな、あれあれ。しかも先輩として。せーの、また見てね。かわいい。ケンタロウさんかわいいな。